百鬼夜行、その宴に集う鬼たち、ついに鬼族の未来が決まる瞬間が訪れた。鬼王全員が集うこの場において、一体どのような面白い余興を見せてくれるか。何があろうと、美酒は用意しておかねば。 鈴鹿山前代の主、鈴鹿御前、大江山の鬼王から酒をもらえるのは嬉しい。今はそんな気分だ。勝てば官軍、負ければ賊。我々を許してくれなくてもいい。責任から逃げるつもりなどない。だが教えてくれ。 我が鈴鹿山には一体何が起きていたのか。おお、鈴鹿山か。面白い子。鬼王たちが集ったこの場で、定めた運命を変えられなければ異変が訪れる。 彼を生かしては危険だ。